人です、ちょっとね雨が降ってきていますので、聞き取りにくい部分が、ね、あるかもしれないですけれども、お話しするのは、先ほど本読んでた中でね少し思ったことなんですけれども、今その再生医療っていうことで、この前のスタップ細胞問題もありましたけれども、その前の山中教授の iPS 細胞がノーベル賞を受賞したとか、そういうのがありですね、再生医療に対しての期待が高まっていますよね。で、臓器を例えばね、その再生医療によって iPS 細胞によって取り替えるとか、まあ、そういうことが今後可能になってくるのかもしれないんですけれども、ただその iPS 細胞自体にまだまだ問題が山積みなわけです。一番の問題点としてはがん化するっていう、がんが促進する可能性が、がんが発生する可能性があるっていうことが言われてて、たとえiPS 細胞を成功したとしてもその後がんになる可能性が高まってしまうっていう、そういうリスクもあるわけですよね。ですから再生医療っていうのは本当にねそれが、僕たちの役に立てばいいんですけど、まだまだ実用化っていう面で見ると難しいんじゃないかなって思うんですよね。でもし実用化したとしても、金額がねすごいんですよね。でまあ本読んでてびっくりしたんですけども、 iPS のその、まあ、再生医療にどれぐらいのねそのお金がかかるのかっていう質問で、それはその、まあ、その状況にもよると思うんですけれども、大体2000万っていうですね、2000万の医療費をかけてやるとなると、たとえ保険が引いたとしてもものすごい金額になるわけですよ。で今後、まあ、企業が投資して、そしてコストが下がれば10分の1ぐらいになるだろうっていうんですけど、まあ、それでも200万ですよね。だから普通の人が受けれる医療ではないわけです。でそういうふうに考えるとまだまだね、まあ現実化には難しいなと思うんですよね。でそれよりもその再生医療っていうのは結局今までの部品を、今までのその部分臓器を取り替えるっていう発想なんですけど、そうではなくって今までの自分たちの臓器、体を元に戻すっていうことは別に再生医療に頼らずともできるわけです。でその特効薬的なものが何かっていうと、その本の中で船瀬さんがおっしゃってたように、その再生医療に変わるものとして実はファスティングなんですよね。断食っていうのが細胞を元に戻す力っていうのがあるわけです。しかも短期間で戻す力があるので、ファスティングっていうのをですね、まあ、断食ですよね、断食っていうのが再生医療になりうるっていうことをおっしゃってたんですね。で、まあ、なるほどなと、まあ、確かにそうだなと。ファスティングすることによって細胞が蘇生するわけです。それによって元に戻る力っていうのを生み出せるわけですから、臓器とかそういったものも元に戻っていくわけですよね。でそういうことを考えたらファスティングっていうのはお金もいらないですし、むしろ食費が浮くわけですから、この何千万かけて再生量を受けることよりもまずそっちからねした方がずっといいんじゃないかなと思うんですよね。でもおそらくそのことをファスティングがそういう力があるっていうことを、再生医療をしている人とかその山中教授含めてねその人たちっていうのは知らないんじゃないだろうかっていうことをおっしゃってたんですけど、まあ、実際多分そうですよね。知っていればまた違った結果というか違った見方ができると思うんですけど、多分そういったことっていうのはまあ、表に出ないだろうなって思うんですよね。でも再生医療の代わりとして切り札としてファスティングっていうのはおそらく注目されるでしょうし、それが広がっていけば容易に
薬とかに頼らずとも僕たちの肉体を元に戻せるっていうことが分かってくるんじゃないかなって思いますね。ということで今回は以上になります。ありがとうございます。